はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。10月3日の日曜日ですね。6時を回りまして、今6時15分になろうとしています。日経新聞のサイトにこういうの出てますね。中国の時限爆弾、世界も共犯、恒大ショックで株急落、編集委員高井博明とあります。10月3日今日の朝4時ですね。有料会員限定のところです。開けてしまいました。読んでいきます。中国不動産大手恒大集団の債務問題がマーケットを揺さぶっている。米国債の債務不履行懸念も重なり、アメリカの国債がねデフォルトしたらえらいことですよ、ほんまに。日経平均株価は3万円の節目を大きく割り込んだ。投資家は長年目をそらしてきた中国の不動産バブルという灰色の際の震度と震度、あの地震の震度ですね、あとは深いですね、震度と震度を測りかねている。買い括弧ですね。本当は中国の経済成長を2-3%、できれば一時的にゼロ近辺に落とすべきなんですよ。7年ほど前取材を終えた中国ウォッチャーが別れ際につぶやいた。固定資産と負債のストック調整にはあれは領事が必要と持論を披露した後、こう付け加えた。でも政治的には許容できない。結局行き着くところまで行くのでしょうね。行き着くところまで来ましたよ、とうとう。ほんまに途中でやめられなかったんですよね。この途中で何度もバブルが弾けて、ランディングするかと思ったんですけども、バブルが壊れそうなのはまたバブルでですね、避けてですね、どんどん膨らませてしまったんですね。続けます。まず2008年の金融危機とその相違点を押さえておこう。大きな違いは、恒大は大きすぎて潰せない、 too big to fail ではない。過去 SMBC 日興証券のジェレミー・ヨー氏ことだろう。潰せないはずの巨大投資銀行の破綻が危機を招いたリーマンショックとは違い、秩序だった処理で信用不安を避けつつ、投資不動産投機と貧富の差をの抑制を進めるのが中国政府の課題だ。中国は大きすぎて無視できないという、なんかあれが出てますね、あの図版が出てますね。はい、おー、米ドル建てのですね、米ドル建て時価総額15兆ドル、13兆ドルぐらい来てるんちゃうの。恐ろしい数字ですね。なんのドル建て、米ドル建てで左軸って何やろこれ。ようわからん。時価総額は世界取引所連盟。ようわからんの。本文続けます。習近平国家主席が、家は住むためのもので、投機のためのものではないという言い回しを使い始めたのが16年。恒大の処理はようやく始まったバブル退治の一幕だ。当局は恒大と創業者の許家印氏をバブルと投機の主犯格に仕立てるだろう。だが大きな視点では中国の巨額債務は欧米や日本など世界全体がいわば共犯者となって生み出した時限爆弾とも言える。欧米や日本共犯なん知らんけど俺は中国だけでなく世界経済が金融危機を乗り切る助けになる。08年11月、中国が発表した4兆元の景気刺激策、うわにょにょにょと飛ばします。昔の話です。飛ばします。現実を見れば、米中の経済は相互補完関係にあり、中国はすでに封じ込めやデカップリングの対象ではない。高田氏、って誰、あれ高田氏は誰かって書いてあるところが見つからない。岡三グローバルリサーチセンターの高田
作るっていうんですかね、想像の層ですね、ですね、さっきのところ行きましょう。世界経済の2割弱を占め、株式時価総額でも米国に次ぐ巨大市場となった中国は大きすぎて無視できない。Too big to ignore. いや、分からん。中国の債務問題は対岸の火事でも摘出でもなく、コロナショックから立ち直りかけた世界経済への脅威のはずだ。国際協調で向き合う土台がない現状は米中にあれしましょう。最後いきます、最後。だが、改革ですね、23年以降は不動産と負債の処理が中国経済全体の課題問題となり、成長が減速する懸念が強い確保要旨。バブルの後始末と高齢化、米中対立三重苦で中国が日本型の低成長期に入りかねないリスクはまだマーケットに織り込まれていないだろう。中国の債務問題は一旦灰色の債に逆戻りするかもしれないというか、一旦隠れてしまうということですね、灰色の際ということは。だが時限爆弾が時を刻むのを止めるわけではないと。この論調を見てますと、すぐには危機は訪れないと、でもいつかは爆発するよというような論調になってますね、最後はね。で、途中引用しているのはですね、両方とも知らん方ですけど、SMBC 日興の陽子とかですね、高田氏とかですね、岡さんの高田氏とかって、あのね、こういうことでご発言なさるアナリストはですね、その所属がですね、証券会社系であればですね、分析はするんですけど、最後は大丈夫やろというふうに結論になるんですよ。そんなに心配はいらないかもしれないみたいな。なぜかというと、証券会社っていうのは株価がドーンと下がると商売がやりにくいんですよ。とっても やりにくいんですね。だから、いや大丈夫、そんな大したことないよというふうなふうに持っていきたいんですよ、気持ちはね。でもそればっかりだとお前ポジション取るだけじゃないかと言われるわけでしょ。だから、いや、これだけの危機や、これだけの危険性はあるし、こんなんやけどもというような分析を加えておいて、最後にですね、こう希望を持たせるようなことで締めるというのが、証券系のですね、アナリストのいつもの言辞でございますね。だから今回の恒大についてもですね、これは第二のリーマンショックやって言うてる人もいるんですけど、それはどっちかというと独立系のアナリストが言うてですね、証券系のアナリストはいやなんとか収まるやろみたいなね、ああじゃあこうじゃっていろんな危機は挙げるんですけども、最後の最後はですね、なんとかなるんちゃうかみたいな、そういう言い方で最後切り上げるというところが多いような気がします。で、今回この記事に出てるのはお二人ともですね、証券系の方でして、で、日本経済新聞というメディア自体がですね、あれなんですよ、日本経済新聞のポジションはですね、株価が上がった方がいい、経済が成長した方がいいというポジションなんです、実は。だからそういう視点で記事をバイアスをかけてるんです、日経新聞の場合は。そう、株価は下がらん方がいい、上がった方がええんやと。まあそれはね、じーっと読んでんとなかなかわからんのですけど、日経新聞はそうなんです、基本的に。もともと株新聞ですからね、日経新聞っていうのは。で、実際株価が上がってる方が日経新聞よく売れるんですよ、よく売れる。だからメディアとして商売やりやすいんで、まあもちろんですね、中立公正であるべきメディアであるという考えをお持ちなようでございますけども、やっぱりそのバイアスはいつもながらにですね、見えてしまいますね。ですんで、よく証券系のアナリストからコメントを取って記事をお作りになるという傾向はあります。で、実際どうやねんというとなりますと、私はかなり悲観的ですね。恒大、は多分もう今月来月年内にはほぼ見えるわけですね、はっきりと、デフォルトが。で、これ一社にとどまってれば、さっき書いてある通りどうでもないんですけどね、次から次へとまた2社目3社目今名前が上がってる、名前が上がってるし、この不動産とその周辺、例えば建設関係が多分日本でいうところのゼネコンみたいなのがですね、ものすごい不況にあると思います。仕事がなくなるんです、簡単に言えば。
ものすごい勢いで建物インフラ作ってますからね、中国という国は。それがパタッとですね、勢いが止まるとですね、ゼネコン大不況みたいなのが来ると思いますね。そうやってどん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 こういろんなところに影響が出ていくとですね、これは灰色のサイが500匹ぐらいで走ってるみたいな、ね、暴れてるみたいな、そういうことになりかねないなというふうには思いますね。はい、さてこの日経新聞の開けたところのサイト貼っておきますんで、途中私だいぶ読み飛ばしましたんで、全部見たいと読みたいという方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。